今回のそのアイストップを開発する上でね、我々がやっぱり一番思ったのは、やっぱりその車の価値って何かから入ってるわけですね。乗ってね、触ってみて楽しい、あ、よかったと思わせることが一番大事だと思うんですね。エコカーとは思ってませんし、そう言ってほしくないっていうのが正直だと。安全だとか環境だとか、いわゆるそういうものって当たり前品質だと思うんですよね。アイドルミストップの車でオートマティックトランスミッションの組み合わせって実は存在してるんですよ、日本に。で、この車に乗るとですね、アクセルをポンと踏んでも車がしばらく動かないんですよ。で、遅れて車が動き出すんですよ。もうこの瞬間違和感ですよね。オートマティックトランスミッション車で違和感なくエンジンをかけて発進させようと思うと、だいたいコンマ4秒以下じゃないとダメなんですね。ということは、裏を返したら今までのエンジンのかけ方でもダメで、早くエンジンをかけるという技術がいる。やっぱり適切な燃焼力、これを得ようと思うと、エンジンが止まるときのピストンの位置っていうのをやっぱり一番ベストポジションに止めてやる必要があると。だいたいこれがまあその各気筒の真ん中ぐらいに止めるのが一番理想なんですけど、自転車でいうと、要はその早く発進しようと思うと、やっぱりそのペダルの位置っていうのが大事ですよね。ですから次の発進に備えて、自分の利き足のペダルの位置っていうのはやっぱり一番こう力が出せる、踏み込みやすいところで止めて待っておりますよね。これと同じことをエンジンの中でやってやろう、これがもうアイストップなんです。素早くエンジンをかけて発進するときに、何の気兼ねもなく、違和感なく、あたかもエンジンが今までかかったかのように発進できると、これが一番大事だろうと。マツダ車をあえて買っていただくって言ったところは、やっぱりその走るところの喜びをちゃんと具現化できていると。そういうふうなものをやっぱり提供できるメーカーになりたいですよね。